皆さんこんにちは。梅の木についてはこれまでも6本ほど動画を上げてきましたけれども、今回は私が携わっている一番大きな梅の木についてご覧いただこうと思います。こんな大きな木は一般のお宅ではあまり見かけませんし、現状の皆さんのお庭にある梅の木とはちょっと縁遠い話かもしれません。しかし前回の梅の動画ナンバー114でお伝えしたように、梅の木は枝先を中心に手入れする木ですので、年々輪郭が大きくなっていきます。現状では縁がなくとも10年先20年先にお宅の木がどのようになっていくかという想像も含めて、また26年間も私がこの木に携わりながらこんなに大きくしてしまい、なかなか切り戻すチャンスを持てなかったという反省を含めてご覧いただきたいと思います。言い訳になってしまいますが、私がこの庭の手入れを引き継いだ当初から毎年ドーム型に見事な花を咲かせる木でしたから、消極的に新芽の先を摘むぐらいしか手入れができず、正直に申せばこの威厳のある古木に立ち向かう勇気がなかったとも言えます。しかしいつまでも枝先の剪定だけで逃げているわけにはいかず、木の高さも5メートルを超え手入れもしにくくなってきましたので、数年前から縮小化を図ってきました。枯れ枝も増えてきていたので、これ以上先延ばしすることはできなかったと思います。この木も当初はこのような玉散らしの木であったと思います。これが年数が経つとどうなるかというと、出てきた新芽を切り詰め、またそこから出てきた新芽を切り詰めというふうに枝先を切り詰め剪定だけしていると、木全体が大きなドーム型の塊になっていきます。枝先が細かく分岐し密集して木の中に日が入らなくなります。そうすると中の方にあった枝は枯れて、残った枝は間延び枝となってしまいます。この段階に来てしまってから一気に木を小さくしようとしてもそれは無理です。乱暴に寸胴切りなどとんでもない話です。せっかくの古木が風情を全く失ってしまいます。木が反発してたくさんの新芽を出し、それを一生懸命整理したとしても良い枝には決してなりません。あるいは枝ごと枯れ込んでしまいます。ここまで小さくしたいと思うのなら5年10年かけて辛抱強く新しい枝を作っていかなければなりません。乱暴な切り方をすれば木は必ず反発します。右側のような寸胴切りなどをせず、今ある脇枝を生かしながら大事に育てておいて、程よいタイミングでその脇枝まで切り戻します。そのようにして元々の玉散らしの形に戻していくと縮小化が図れます。木の高さについても同じです。それでは先ほどの映像に戻ります。木登りができなくなったポンコツ親父に代わって若い人が奮闘してくれています。ポンコツ親父が10尺の脚立で外側から加勢します。ちょっと間延びしてるね、やっぱり。そうですね。少し戻していかないとダメだね。あれ、これは違うか、これ下の枝か、これは下の枝か、この枝か、これです。あ、それが裂けてんだよね。あ、っていうことはこれもダメなんでしょ。それもダメですね。うん、はい、了解。で、これとその下は大丈夫そうなんで。大丈夫、うん、分かった。うん、はい。こっちは大丈夫だけど、これの元が裂けてるね。ありがとうございます。どこまで戻そうか。とりあえずこの辺にしとくか。
これとか。ここ切れる、これ。これ残しで。こ、下残し。下残し、こういうふうに切るといけんだけど、はい、下残して、この枝残して、はい、いいよ、支えてるからいいよ、はい、下傷つけない、大丈夫、はい、逆、うん、そっちから切りにくいけど行ってくれ、はい、サンキュれば上がるかな。ああ。でも、うん、そこらで、うん、そこらで行っちゃっていいよ。切ろうか。どうかな。もうちょいか。もうちょいか。そこら辺が。これ、うん？これで落としちゃうか。うん。あ、切るよ。はい、こんなもんだな。これも長えな。これここまで残すか。この辺が頑張れれば。うん、ちょっと待とうかね、はい、ここにしとくわ。ごちゃごちゃしてんな。この辺もう少し下げ、なるべく下げる。この辺の小枝に切り戻して、これももう少し下げときたいかな、はい、この辺でまとめたいな。あ、了解です。うん、この辺の細いのみたいな。うん、それ残しぐらいで。もう枝先がなんか変な不格好になってっから。これか。
戻しちゃって。ヤブカラシこんなとこまで上がってきてんのか、すげえな。うん、こいつをもう多分脚立でも登りでも届かないんですよ。どれ？この枝先って。ああそう、 これまで戻したらやりすぎですかね。ああ、いや、うん、本当はその先の右行ってる方がいいけど。あ、これですか。あ、いや、その下のちっちゃいだね。これか。うん、あ、届きます。届く、はい、そこならいいよ。でさ、こっち行ってるビローンっていうのも間ないから、はい、これ元でやっちゃおうか。はい、うん、これちょっと変な向きですけど、これ残しておきますよ。あ、残しといて。はい、そうするとそこがなくなるとここが目立つな。落としちゃおうか。落としちゃった方がいいな。あ、ダメだ、届かない。バサッと落ちてみていいですか。あ、全然下椿だ。軽くしちゃいます。うん、ここが目立っちゃうってことか。こんでいいか。角度難しいな。おお、ギリおお、ギリ。あ、引き出すの気をつけて。はい、いいよ、こっち、こっち、俺の方いい、ほっぽっちゃって。あ、ちょっと頭越えに。そう、はい。あ、いいよ、いいね。あ、いい感じになったよ。じゃあ、ここ大事だよ。この辺はこんな感じですかね。あ、いい。頭も大丈夫ですか。大丈夫だと思うんだけどな。ちょっと気になるぐらい。1本出てるか。あれ、ピューって後ろ行ってんのは向こうの枝だべ。うん、あ、じゃあいいよ、大丈夫だ。あれを揃えようとすると大変なことになるからやめるか。これが大変。え？あ、そこなんかさ、
あ、向こうから来てる枝でしょ、はい、もうその、それはもっとずっと元の右行ってる脇枝、あそこ、下、そうそうそう、それ残し、それ残し、あ、はい、じゃあそこで、後で、うん、そこまで行っちゃって、追い込みすぎかな、大丈夫かな、どこだって？これが多分結構出てるんですけど、それここに戻したいぐらいだと思う。ああ、いいよ、うん、形で外からできる、はい、いいよ、で、その内向も取っちゃって、いいや、はい、それ新しい枝、あ、米かいちゃうな、体が、え、いや、体に入れようとするとパキパキってこの辺の米かいちゃうって、それこの辺まで切り戻してもらえてんだよ、うん、うん、やっぱ結構年数経ってんから枝がいい感じのあるよな、ありますね、わびたやつがな、あんまり詰め込むと風情がなくなっちゃうからね。
すげえなってんな。垂れすぎかな。これ元かやるんだな。この枝ちょっと長いかな。あ、いやいや、ここで止めとく。元まで行っちゃうとなんかもったいない。こんないい枝もったいない。だいぶ傷んでるけどな。これ切れる。この枯れ枝2つが出どこそこなんだけど。これですか。これ。あ、いや、そこで行き過ぎだよ。これは残してるから。これ。あ、これか。うん、それ。そう。ほんといいみたいな。
俺が回れればいいけど。こんな徒長枝にもなるんだね。そうですね、タワーですね。ねえ、すごい量だな。すごい量だよ。ここら行ける？届く？この辺さ。あ、届きます。うん、高田君さ、はい、その立ち枝もね、これ、はい、うん、その芯残しちゃうとさっきの枝みたいになっちゃうから、せめて1段下げ、うん、そこで、あ、太めでこうやった方がいいですか。うん、それどっちかだな。あ、まあ、まあなんせ芯は抜いといてくんねと、あれ、そこの小枝がさ、それ、うん、うん、いや、そのこっちね、枝のさ、こう下へその枝出し、ペロって出しといてくんね。あ、うん、そ、一番右のだけでも、いや、うん、あ、そうそうそう、いや、もうちょいクイッと、そう、それ、そう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 、なんか実がついてたな。サツキが綺麗に咲いてるね。綺麗だね。随分頑張って張ってるなよこれ。これはちょっと癖強い。そっちから来てるから。これ。はいはいはい。こいつ残しでって感じです。うん、これはとりあえず残してやるかな。間延びしちゃうけど、でもクロスしてんべ。
そうですね。ねえ、こっちかな、とりあえず。切りにくい。あ、俺が切る。どれだっけ？これです。これだよな、これだよね。いいんだよね。あとはよいしょ。あとはうん、でもいいぐらいな気がしますけど、ね、どうですか、上の方の枝が少しこう垂れてこないですよね。なきゃないで。これもでもだいぶ間延びしてるしな。これはこれでなんかちょっと貧弱ですけど、これもそんなに必要とも思えないしな。そうですね、ここからやらない。そこから取ろうか。もう少し詰めとくかな。どうなってんの。ご視聴ありがとうございました。